日頑張ってねってありがとう。でテロップつけます。ありがとう。よし、もかちゃん結構髪の毛長いので、そうめっちゃ伸びた。でもねポニーテールしたら意外と長く見えるんだよね。もかちゃんスタイルねって楽しみ、ありがとう。31日お話し会楽しみ、よろしくねって、よろしくお願いします、ありがとう。そして来てくれてありがとう。お風呂上がりじゃないです、レッスン後なので多分ボサボサ。ジャガーリゴは食べてないです。夜ご飯食べてないです。今日はちょっとレッスン終わりで疲れてずっと座ってたんでメイクおさぼりしました。リップだけ塗りました。エさんお疲れ様ってありがとう。レッドブルパワー切れかなって、今日はレッドブル飲んでないです。朝配信なくて寂しかったです。今日ちょっと朝早かったのでできなかったんだけど、天然のチークがあるから、そうほっぺ赤いから。目がちょっと眠そうね、ちょっとね眠いです。めちゃくちゃ早く寝なきゃ。こんばんは、はてちゃん通知来たので来ました、ありがとう。通知も取ってくれてありがとう。お疲れ様でございました、ありがとうございます。レッドブル飲まないって珍しい、そんな日もありますよ。まあでも本当今日はね出る30分前とかに起きたから何も食べないで出ました、お家を。歩きながら眠らないでね。でも電車で寝てました。めっちゃすごい眠たかったんだよね。そう週1とかかな、週1、2ぐらい。あれば送るんで、レッスン前に飲むのが正しい飲み方。朝前にも飲まなかった、夜にも飲んでないです。でも夜は寝れなくなっちゃうから飲まない。いやしちゃう。もまめ取るのおすすめしてくれてありがとう。もまめ取ってくれてありがとう。緑たくさん送りつけます。休館日お酒みたいに。晩ご飯はまだ食べてないです。きのこ買ってきました。
早川ゆりかと初見です。ありがとうございます。こんばんは。あつもか、星投げフルするために遅くなってごめん。ありがとう。もばめのハテちゃんの時代いつも可愛すぎる。ありがとう。晩ご飯キノコなの。さ、キノコ買ってきた。えのき2パックとエリンギ。ホテちゃんって何のリップ使ってる？ホテちゃんはこのエチュードのリップ使ってます。スイカ好き？スイカを好きです。このリップ使ってます。うちのリンカいつも可愛くてニヤニヤしちゃう。ありがとう。きのこの味噌汁じゃん、うん、お味噌汁じゃなくてきのこ食べます。あ、えのきです。えのき。ほてちゃんの自撮りは特に目が、やったー。これは塗るのが楽なんですよね。このリップみたいになってるから。今日の夜ご飯はサブウェイ食べました。いいな、食べたい。サブウェイ、ホテちゃんがもうちょっとクリアに見えました。これね、カチカチして出るの面白いよね。バター炒め、あ、そう、バターなんかね、昨日みずみんにコチュジャンと炒めたらって言われて、あ、確かにってやってみたら美味しかったから今日も買ってきた。食べたい、かわいい、何でも買ってあげたい。これ買ってほしい。これこれめっちゃいいぐらいに入るロールキャンディ。明日仕事で行けないけど応援してるね。ありがとう。辛いの好きやな。そう、辛いのはめっちゃ好き。みずみんの声の大きさがすごい。みずみん初めて見たお菓子。なんかね、これ昔友達におすすめしてくれてもらった、駄菓子屋行ったら絶対買います。明日また嫌な仕事で応援して頑張って。なんか目開けてみようかな。ロールキャンディーって名前なんですけど、こんな感じで見てみて、こんなんなんですよ。すごくない？ほら、これロールキャンディー40円くらいで買える。駄菓子屋行ったら買ってみてください。コーラがおすすめです。コーラと緑のやつ。あ、それのなんか食べたことある。そう、めっちゃ美味しい。想像以上にロールキャンディーロールされてるキャンディーなんだよね。地球グミはあんまり、地球グミ食べたことない。美味しいのかな。すごいよね。緑は青りんご、多分青りんごだった気がする。いちごもあった気がする。駄菓子屋行くテンション上がる。わかる、
しかもさ、いっぱいさ結構買うんだけどさ、安いのよね、駄菓子だから。昔は練り飴がめっちゃ好きでずっと練ってた。わてちゃん駄菓子屋似合う？初めて見たんだから嘘ついちゃった。でもよく言うよ、え初めて見た、ブレスは S 席、 S 席ってどこだろう、真ん中らへん。わてちゃん駄菓子屋さんよく行くの、なんか駄菓子屋さん見つけたら入りますね。でも駄菓子屋さん行くために外に出る、やっぱね私はインドア派なのでできる限り家にいたい。ふてちゃん初めて来たよ、ありがとう。久々にだっくりする、えそんなしてるんだ。でも今うまい棒12円って、昔10円だったのに。明日まさかの学校行かなくていいらしいから行きたかった、残念。お家最高だよね、わかる。遊びに来てありがとう。大丈夫大丈夫ありがとう。お菓子のお菓子の町岡、お菓子屋さんの名前、レッドブルも190円でなくなってる。確かにコンビニとかで買うと200円超えるよね。できなかったので今買って勝手に KP。納豆味好きです私。知ってますか？でもあれ食べないですね、うまい棒あんまり。でも納豆味なんかねネバネバするんですよ、すごくない？と普通にコンパッタもチーズとかも好き。チェーンの駄菓子屋さんなんだ、へえ行きたい。もかちゃんとお菓子の好みが一緒すぎる。私はコーラ系のグミとか好き。レッドブルのためなら寝起きでダッシュするけど駄菓子のためには外で寝そう。レッドブル、いやなんかみんなと乾杯するって約束してたからやばいって思って。納豆はじゃあめったにやってない。そうなの？確かにコンビニとかでは見かけないかも、駄菓子屋で見かける。え、わかる、美味しいよね。え、わかりますか？あんま納豆味売ってないけど、納豆嫌いじゃなかったら食べてみてほしい。結構からしの味が強いから、からし苦手な方は気をつけてほしい。あ、ふゆきさんありがとう、ありがとう。コーラグミ好き、わかる。コーラアップ好きです私。茨城じゃスーパー行けば納豆味ある。え、そうなの？駄菓子そんなに食べるのね。駄菓子はあんま食べません。レッドブル買い置きする？2本ぐらいですね、買って置く場所困るから。納豆好きだから見かけたらチェックしてみようとして、ぜひ食べて感想教えてください。あの想像以上に結構ネバネバのを感じます。びっくりしました最初食べた時、え結構納豆だと思って。レッドブル箱買いしてるのかと思ってた。めっちゃ言われるんですけど全然
そんなことない。レッドブル飲んだことない。美味しいよ。レッドブル水色のやつも飲みますか？ノンシュガーだよね。なんか痩せようと思った時に飲みます。うん、タカポンさんありがとう。ホテちゃんレッドブルでうがいするの嫌だ。炭酸でうがいしたくない。今日はレッドブル、あ、レッドブルを我慢して炭酸水にしました。4年好きな味探すためにいっぱいもうまい棒を買った結果は納豆味。納豆味ね、美味しいよね。7日連続やった。1週間です1週間。チルアウト、なんか知ってます。なんか白いパッケージのやつですよね。あれはエナジードリンクなんですか？あー、だるまありがとう。しんさんありがとうございます。これかわいい、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ココアうがい薬味わうから。そう、1プッシュのやつ、中に1プッシュしてて、しかも 水で薄めるやつなのに。今冷蔵庫にレッドブル4本入ってます。私より入ってる。今帰宅したんだけど駄菓子の話をしてるの。私のおすすめのお菓子、これが駄菓子屋に売ってるっていう話。炭酸水って味しないよね。味しないですね。でもなんか喉乾いてたから買った。ウィルキンソン炭酸強くていいよね。わかる。強炭酸好きなんですよね私。なんかレッスン場に売ってた強炭酸のペプシのコーラがなくなっててすごい悲しかった。私の家の自販機からもなくなってて、やっとレッスン場で出会えたと思ったら、だからその次の月ぐらいになくなってて超悲しかった。なかなか売ってないんですよねあれ。ちょっと遅れてごめん。こんばんは、こんばんは。冷蔵庫に入れるものには名前書いてあるの？うん、書いてない。書かなくても、あ、でも同じ飲み物飲むとき、飲むときは困るかもね。もう書いたことなかった。セブン水より炭酸水安くてビビった。そうなの？うん、年のりさんありがとう。タカポンさん、タカポンさんありがとう。タコペプシ強炭酸美味しいね。そう、めっちゃ美味しいのよ。ペプシの強炭酸のエナジードリンクみたいなやつ、缶ジュース。缶ジュースってなんか普通のより2倍ぐらい美味しく感じる。AKB の先輩は名前書いておかないと勝手に飲むから。飲みかけのはさすがに飲みませんよね。飲みかけの飲んだらびっくりです。ホテちゃんペプシとペプシゼロちゃんと分かるもんね。そう、でもそれは要注意。お菓子はなんか最近めっちゃ食べるようになりました。家にいた頃はお菓子あんま置いてなくて食べなかったんですけど、最近なんかめっちゃ買うようになっちゃった。気をつけないと。ん、山正さんありがとうございます。ありがとうございます。炭酸美味しいよね。うん、めっちゃ美味しい。そう、要するに炭酸が好きなんです。
今は久しぶりにファンタグレープ飲んでるよ。あーファンタね、ファンタ全然飲まないかも。ファンタ美味しいよね。でもたまに飲みたくなる。今バナナミルク作ってる。めっちゃ美味しそうなんだけど。キコーラグミとかどう？でも食感で分かっちゃいそう。あと舌触り形あるじゃないですか、やっぱコーラだから難しそう。あの試す側、出題してくださる側が。AKB に入ってからお菓子好きが加速したのか。お菓子好きなんか食べるようになった。なんか食べたくなります。なんか疲れた後って甘いものとか。こんばんは。ラムネ飲む。ラムネはあんま飲まないですね。でも楽しいよね、ポンってするの。お祭りは飲みます。お祭りの時。今日ライチグミ買えた。美味しかったでしょ。めっちゃあれちょっと高いけどめっちゃ美味しいんだよね。ケンタさんコマありがとう。巻き寿司さんありがとう。ナスちゃんタコありがとう。ゆでりんごさんもありがとうございます。今日家でかき氷作って食べたよ。いいな、かき氷めっちゃ食べたい。ハリボーのハッピーコーラとかペタグミとか形ですぐ分かる。そうだね、ペタグミは確実分かります。ペタグミ大好きなんで。昔コーラ1日2リットル飲んでたって。まじ、なんか中学生の頃ですね。なんか飲んでて怒られました。でも飽きたんでやめました。さすがになんか飽きます、毎日そんな飲んでたら。チョコラ BB スパーリングが炭酸強くて、今日チョコラ BB 飲みました。今これ飲みました。なんか初めて飲んだんですけど、匂いびっくりしたんですけど結構美味しかった。ペッタグミ今日食べた。美味しいよね。私はブドウとコーラが好き。飽きた。そう、飲みすぎて飽きた。今日チーム A 公演見てきたんだ。いいな。どうでした？絶対楽しいよね。ホテちゃんはハリボーあんまりなんだっけ。ホテちゃんハリボーめっちゃ好き。めっちゃ好きだよ。栄養ドリンクとも飲めちゃう。栄養ドリンクってなんだ？青汁とかってこと？重力シンパシー公演最高最高。前座で出させた時も裏で最高って思ってました。最高と思ってたの、なんか変だけど。ペタグーグミブドウ大好き。美味しいよね、めっちゃ美味しい。すぐなくなっちゃうんだけど、気づいたらなくなっている。オレンジ味のレッドブルってどんな味？多分オレンジ味です。飲んだことあるかな。なんか飲んだ気がするけど、私はやっぱ普通のが好きですね。シンプルで美味しい。リアルゴールド飲んだことあります。17期でハリボーあんまりって子いるよね。そうなの？なんか前愛ちゃんハリボー配ってた。食べた。ポテチは、ポテチは本当に食べないんですけど、あんまり。でもこの間超久しぶりに買いました。片揚げポテト買いました。ひでりんごさんありがとう。浦川さんもありがとう。
ペン入りの重力シンパシー公演の全然最高だった、やった、嬉しかった、エリちゃんとできて。幸せボタン、あ、わかる、美味しいよね、めっちゃわかる。リアルゴールドの味好き、どんな味だっけ、かリアルゴールド、ドデカミン、オルナミン C とか似てるじゃないですか。西日本でしか売ってないカールは、カールってまだ今も売ってるんですか。全然食べないけど、薄塩味かな、普通に好きです。なんかお父さんが買ってきてくれた時は食べてました。ナムトさんありがとう。ポテチと炭酸の組み合わせ強い、え、わかる、なんか中学生の頃めっちゃ食べてました、ポテチ。まだ17分のね、エナジードリンクに詳しすぎる研究成功へ楽しみ、わかる、めっちゃ楽しみ。あーでも明日のポップフェスも超緊張してるんですけど、とりあえず全力出し切れるように頑張ります。リアルゴールドってドリンクバーにあるのよね。そうなの、なでもカラオケとかってこと？あ、なんかカラオケで飲んだ気がする。オロナミン C が一番好き、美味しいよね、でもすぐなくなっちゃう。カール食べると喉乾くのよね。え、なんかさ、美味しいけどさ歯にひっつきません？なんか歯と歯のさ、くぼみに挟まっちゃうあ、売ってるんだ西日本。え、ちょっと食べたくなってきたかも。パンの三味？何それ？何のパン？じゃがりこの手羽先味めっちゃ美味しくておすすめ。愛知限定なんだ手羽先。確かに愛知有名だもんね。ポップフェスを応援しに行くからね、ありがとう、頑張ります、待ってます。明日配信あるなら見るのにな。明日30分ぐらいしようと思ってるんですけど、でも皆さん私9時からでもいいんですか。9時からか9時半からか30分したいんですけど、多分見に来れる方が少ないですよね。ポップフェス楽しんできてありがとう。え、くっつくよねやっぱ歯に挟まるんだけど。キレートレモン美味しい、わかる、ゆきたんのキレートレモンゆきたんといえばキレートレモン。限定パン、美味しそうな情報がたくさん。確かに夜ご飯食べてないんだけど、めっちゃ食べたくなっちゃう。夜です夜、私ポップフェスの、あ待って、8時台です出るのが。だからちょっと夜の配信ができないんですけど、待って座り直したい座り直したい、夜の配信ができないので朝になっちゃう。関西人なら結構知ってるパンだよ三味。知らなかった、関西人なのに知らなかった。朝です朝。ジョンちゃんさん推しだから気になります、ありがとう、兵庫県民でございます。朝です。え、見に来てくれるんですか、ありがとう。とりあえず9時か9時半からの30分でやるんで、
どっちかにするのはちょっとまだわかんないんですけど、お願いします。見れる？やったー。夜ができないのね明日、ごめんなさい。朝を楽しみです。いろいろなアイドルさんに会えるのも楽しみなんですよね。私可愛い子大好きなんで、可愛い子超癒される。数分なら見に行けるかも。数分でも嬉しい。無理しないでね。学校頑張ってね。ポップフェスが夜だから朝配信ってことでいいのかな。そうです、そうそう、朝配信ってことです。病院に向かいながら見るね、ありがとう。何の病院だろう。お大事に。明日出番が遅めだからね。そうです、最後から2番目です。朝見ると寝落ちしがち。頑張ろう、頑張りましょう早起き。私も早起き苦手。仕事ちょいサボって配信見ちゃうか。ありがとう。自宅勤務なので余裕。いいな、待って待って、コメントが遡ってしまった、やばい。よし、仕事終わりにポップフェス行く予定です。ありがとう、待ってます、頑張ります。超緊張してます。だいたい30分とか見たら意識飛んでる、いつも。ねえ、30分めっちゃ眠たい。30分って朝はめっちゃ眠たい。朝配信見られるようにするの、ありがとう。ことは明日はその KP タイムありますか。どうしよう、やろっかな、どうしようかな。明日は明日も飲まないとこかなと思ってたんですよ。モバメでポップフェスの写真いっぱい待ってます。待っててください、いっぱい撮りたい。いっぱいファン集めてくるんやで。もういっぱい集められるように頑張りたい。今日は頑張るぞって日に飲むわけじゃないのね。確かに言われてみれば、明日はいや、なんかお昼頃に飲もうかなって思ってた。そう、一日やっぱ一本にしてるから、今日朝配信なかっただけでなぜかすごい久しぶりに感じる。久しぶり。確かに、でも今日なんかね、一日すぐ終わっちゃった。なんか気づいたら夜でした。早かった。なんか ほとんど忘れてしまった。配信前メール取ってありがとう、ありがとう。17期からのイコラブさんで終わりですね、ポップフェスは。楽しみ、気合い入れるためにレッドブルか。そう、頑張ります。今日はレッスンしてました。結構ね、朝から夜ぐらいまでやってたから疲れちゃった。しかも昨日寝たの遅かったっていうか、だから疲れちゃったの。
今ドボンでエリちゃんと対戦した、おめでとう、ね、いつの間にか日付超えてるんですよね、いつも。なんかお風呂入るのだるくて遅くなっちゃう。なんかお風呂入るのはいいんですよ、その後の作業がだるくて、そうだるい感じですよ。髪の毛とか乾かすのめっちゃだるい。てちゃん元から二重、そうです、赤さんの頃から。朝配信とあれ味噌こねたっけってな、心配になる。朝配信も頑張りたいけど、そのためには早く寝なきゃ。もう早く寝るの苦手。レッスンよく頑張ってね、ありがとう。レッドブルはドラクエで、ドラクエで言うところのベホマ。ベホマってどれぐらい強い回復でしたっけ。結構強いやつですよね。忘れちゃった、最近してないんだよねゲーム。とちゃんこんばんは、こんばんは。おちいさんありがとう、ジップさんもありがとう、タコ。髪の毛長いとドライヤーが大変よね。ね、めっちゃ大変。呼吸もするのも面倒ですね。呼吸もするのも。早寝早起き、そうしたい。私遅寝早起きしてる最近。ベホマは全回復？そうなのか。最大まで回復か。めっちゃ強いじゃん。同期と一緒に住んでるから毎日修学旅行みたいな感じかな。なんかどういう感じなんだろう。なんか普通に。わかんない、どういう感じなのかわかんない。修学旅行でもない、なんか家なんで。どういう感じなんだろう。やっぱシェアハウスですね、普通に。でもすごい楽しい。マグナ投げしてたら修学旅行。修学旅行でマグナ投げしたことない。なんかめっちゃ来るんですよね先生。すごい歩き回ってるんですよ。ねえ先生が過ぎ去ってたらこうやってコソコソコソってベッド布団をかぶってた布団をから出て洗濯物とか一緒にしてます。チェンソーマンのアニメ発表したね。最近アニメ見ないけどもかちのおかげで気になった。やったー、もうぜひ見てください。第2部漫画なんか無料で見れるんですよね。私どこにお金払えばいいんですか。第2話も、第2部の第2話もめっちゃ面白かった。私睡眠時間は7時間あったら嬉しい。6時間は欲しい。もう最近そんな寝れてないから。誰のものかちゃんと分かる。なんかみんな、これ誰の服ってなって、私のじゃない私のじゃないってなるのが一着あるんです今。なんかホッコがもらうって言ってました。誰かもらえないよって言ったら、じゃあ私もらおうかなって言ってた。チェンソーマンってまだ漫画だけなの。そうなんですよ、アニメ化するって言ってから結構経ったんですけど、未だに待ち続けております。
英検の合宿配信が実現したら修学旅行っぽい感じになりそう。確かに配信、しかも合宿配信なんで、私人狼したいの、人狼したい。誰なの、誰のなの、そう誰のなんだろう。誰か住んでますか誰か入れました、洗濯物。こんばんは。先輩からもらってて、違う、なんかキャミソールですね、キャミソール。めっちゃ市場だけど、試験、ん？試験勉強？試験勉強？合ってる？試験勉強？シカちゃん頑張ってね。はじめまして、ありがとう。その前のファミも気になる、わかる？え、いつ発表されるんですかね？何するんだろう、ファンミって。みんなとお話しするんですか。人狼楽しそう、わかる。え、なんか私人狼めっちゃ好きで、人狼のゲームやってました、昔。自分はアニメ待機でコミック読まずに我慢してる。そう、アニメで気になったらぜひ見てほしいです、漫画でも。もしシェアハウスにゴキブリが出たら、愛ちゃんが退治しに行くつもりらしい。頼もしい。私強靭したいですね。人狼だったら強靭したい。うん、ホタルさんありがとう。カモミールさんもありがとうございます。アニメ化はやばいですね。え、あのね、最初のとこどうなるんだろうね。こんばんは。洗濯ネット、え、私は使ってますけど、なんか同じ洗濯ネット、なんかみずみと同じ洗濯ネット一緒に買いに行ったから、もう洗濯ネットに入ってなかった、それ。そういえばいいな、いい県の神セブン目指して応募したから当選信じて仕事の休み取っちゃった。当たるといいな。じゃんファンミでファンと合宿をまとめちゃうの、そこ。人狼いつも夜の日でアウトになるから、え、それは悲しすぎる。狂人はなんか人狼側なんですけど、あの文字の通りです。人狼サイドで狂った人ですね、やっぱ。あの人狼側について混乱させるんですよ。え、狂人楽しいよね。初見です、ありがとうございます、来てくれて。紳士や騎士やってバチバチに人狼を切りたい。切りたい。騎士って切るの？守るんじゃないの？ファンミ気になるね。ね、気になる。何するんだろうね。お疲れ様です、ありがとう。俺らも合宿か、うまく踊れるかな。そう、踊らなかったら怒られるよ。こんばんは、カウント終了ありがとうございます。いいな研究所の七幕って AKB 劇場の
え、何の7枠だろうね。私も分かんない、なんで7枠なんだろう。入賞した方800人ぐらいだから当選の確率高いかな。どうなんだろうね。どれぐらいの方が応募してくれるのだろうか。教授むずそうだね。教授は難しいすぎるとすぐバレそう。確かに。でも一番楽しそうじゃないですか。こんばんは。待って、なんかおかしくなっちゃった。僕は狂人が得意です。すごっ。 AKB 劇場の最初のお客さんが7人だから、なんでわかんない。私もわかんない。全然 7ですから、やっぱ17期の 7? いいなの7かな。狂人のムーブがちゃんと決まるとめっちゃゲームが面白くなる。うまく、でも当たる確率少なそう。人狼もしたい。3000人超えた、嬉しい。ありがとうございます。カウントと3周終了ありがとう。最初7人しか来なかった。埋まりますかね、初日。皆さん来てください。カモミールさんありがとう。ナスちゃんもありがとう。今日めっちゃパッツン。なんかすごいボサボサだったんで、一回濡らして、乾かしてで巻きました。よし、あ、でももう50分か。205人、そう、205人のうちの7枠がいいけんの。サイゼリアは好き。サイゼリアはなんか地元にあったんでよく友達と行ってました。もちろん公演券ありがとう。いきなり50分。確かに気づいたら50分、早いね。明日何歌おうかな。何のメニューが好き。私はかぼちゃのスープ飲みます、いつも。あとサラダ食べます。ありがとう、たかぽんさん。悪もか一生忘れない。なんか好評で嬉しい。こうか。あれ、おかしくなっちゃった。待って、横向けていいか。はい、失礼しました。戻ってまいりました。はい、じゃあいきます。緊張する。めっちゃ久しぶりに歌うんですよこの曲。あ、止めますね。すいません、いつも皆さん聞いてくださってありがとうございます。ちょっと難しかった。健太さんありがとう。カモミールさんもありがとう。すいません。ありがとうございました。ではランキング読ませていただきます。
たかぽんさんもありがとう。あ、ひろくありがとう。じゃあ読ませていただきます。はい、13位、ほたるさんありがとうございます。12位、のぶたさんありがとうございます。11位、ジップさんありがとうございます。10位、ミカエルさんありがとうございます。9位、山正さんありがとうございます。8位、ひでりんごさんありがとうございます。7位、なすちゃんありがとうございます。6位、カモミールさんありがとう。5位、ヨン様さんありがとうございます。4位、ふゆきさんありがとうございます。3位、ケンタさんありがとうございます。2位、ベニジャケタルトさんありがとうございます。そして1位、タコポンさんありがとうございます。ありがとう。待ってね、コメントに戻して。ありがとう。配信作業でまあ、まゆーちゃんがありがとう。楽しかったですね。いつも1時間が早い。今からキノコ食べようかな皆さん、キノコ、えのき、どんな風に食べますか？いつも配信お疲れ様ありがとう。あ、スクショタイムしよっかな。時間余ってるので。何がいいかな、どうしよう。ください、ポーズ。バターで炒めて食べますか？じゃあバターで炒めよう。いいね、ポーズいいね、ポーズ。えのきポーズえのきポーズ、わかんない。お兄って、お兄って、うさぎポーズ。うさぎ、ポニテポーズってなんだ？口角上げポーズ？ありがとう。ポニッシュポーズ。はい。ウィンク、久しぶりのウィンクしよっかな。何ですか？難しい。できてる？初見です、ありがとう。大人っぽいポーズなんだよ、大人っぽいですか絶対違うんだけど。こんばんは。はい、ポツサンキューね。あれ、まゆちゃんがおる、まゆちゃんがいるんですけど小顔ポーズ。なんか手が小さいから、なんかもともとでかい顔がもっとでかく見えるんですよね、小顔ポーズ。これリベンジしたい。これできてますか？59分になったら切ろっかな。じゃあ今日は、おててかわいそう、おててちっちゃい。まゆちゃん17期生のムードメーカーですね。わかるめっちゃ明るいのよ、まゆちゃん。爪も小さくてかわいい。爪伸びちゃった。待って、すっごい伸びてるから切ります。この後見てるだけで癒されます。 SNS でホトちゃんみんなに宣伝してきます。ありがとう。あ、本当だ、もう59分だ。
じゃあ今日は手動で切ろうかな。明日室長さんたくさん撮ってくるのよ、頑張ります。では朝の配信何時になるか分かんないんですけど、研究生公式ツイッター見てくださると嬉しいです。ではまたね。